1953年、北村徳太郎は日本の政治家、銀行家。1886年5月9日、京都で生まれる。子供の頃から体が弱く、ほとんど病床で過ごしたため、幼年時代の遊びは全く知らず、友達と外で駆け回ったこともなかった。青年期も健康にはならなかった上に、二人の兄が早く死んだ。 また一人の兄は16歳で亡くなったので、自分がその年頃になると、ますます死の恐れを感じ、この不安を何とか解決したいと思い悩んだ。聖火は浄土真宗だったので、ただ、阿弥陀如来に頼れば極楽浄土に往生すると教えられたが、信じることができなかったという。読書するうちにトルストイの作品に出会い、感動し、聖書を読み始めるようになった。 三美歌も、死として読みふけり、人間の死を希望を持って歌い上げていることに驚き、救いを感じた。徐々に健康は良くなっていった。1907年21歳で、大阪の北浜銀行に入港。当時の頭取は、岩下清地下であった。銀行の先輩さん本節二郎に誘われて、日本キリスト牧協会に通い出した。明治42年、22歳で受診した。 ある時、大阪教会の宮川つねてるが説教の中で、岩下を大悪人体在人と罵しったため、それを聞いた時太郎は説教後講義に行った。風評でそのように喋った宮川は慌てて、出言を取り消した。3年後、同じ教会に通う見立て少子と結婚した。北浜銀行で岩下の弁達を受けて昇進し8年間勤めたが、銀行は倒産した。 大正四年神戸の鈴木商店に入社した。金子直吉という大番頭に才能を見込まれた徳太郎は29歳の時ハリマ選手の三役に着かされ翌年支配人を任せられた。ハリマに暮らし始めてから自分の家で妻と妹と二3人の信者とで勝手礼拝を毎日守った。後には出席者が三十人にも増えた。大正十年三十五歳の時、 佐世保商業銀行の取締役に就任した。佐世保商業銀行は後に佐世保銀行を合併して神話銀行となり、徳太郎は頭取になった。政治は嫌いであったが、使命と感じて戦争直後に立候補した。政治は同義なりと力説するのみだったが、1946年の第22回衆議院議員総選挙で修正資本主義を掲げて、 旧長崎2区より日本新保党から出馬し初当選。昭和22年に片山内閣が成立すると党を代表して新憲法下第1回の国会で講演を行った。以後1960年まで7回連続当選する。財政、経済通りとして片山内閣の運輸大臣、足田内閣の大倉大臣を務めた。1949年の衆院選後、 吉田茂の民主自由党との連携を図る犬飼、剣サイラ、連立派と田元を分かち、野党派として、足田仁志、戸間別義蔵、中曽根康弘、園田忠、稲葉治、川崎秀次らと行動を共にする。以後国民民主党、改新党の結成に参加。1948年以降、日ソ東欧貿易協会会長を長く務め、また、 日中国交回復にも尽力するなど、大共産権との関係改善、交流促進に努めた。また、トルストンやアルベルトシュバイツァーを敬愛する熱心なクリスチャンとしても知られ、東京神学大学、明治学院大学などの理事長を務めた。また、世界連邦運動にも取り組んだ。1955年の保守合同で自由民主党に所属し、 河野一郎派に脚分として参加。1960年の第29回衆議院議員総選挙で落選し、政界を引退した。1965年妻の少子が多いした。1967年秋、死が遠くないことを感じた徳太郎は、聖書を除いた3000冊の本を佐世保氏に寄贈した。若い頃から読書が一番の楽しみであったので大きな決断だった。 その時のことを手塩にかけた娘を嫁入りさせるような一末の寂しさがこみ上げてくる。しかし残さねばならぬ本が一冊ある。それは聖書である。一書の人と言われた巨人のように、私は今後一書から改めて人生そのものを学び取りたいと願っていると書いた。1968年11月15日佐賀県。 嬉野温泉の外風草にて85歳で急世した。外風草は難事を解決したお礼としてある人から送られたものだったが、徳太郎はこれを神話銀行に寄付して職員の保養所にしていた。1958年の衆院議員選挙長崎2区には北村徳太郎と同性同盟の北村徳太郎が立候補。日本初の同性同盟候補による 選挙戦となった。長崎県選挙管理委員会は、暗文表による開票の混乱を避けるため、有権者に対し、両者の区別がつくような文言を投票用紙に記入するよう呼びかけた。当初、開票作業の混乱が予想されたが、得票数は、前職、北村が5万6千票強の貫禄勝ち、新人の北村は四0 0票に満たない、放末候補であった。 高見沢1976ピアニッシ百 154AB 高見沢1976ピアニッシ百155高見沢1976ピアニッシ百156高見沢1976ピアニッシ百157高見沢1976ピアニッシ百158高見沢1976ピアニッシ百159高見沢1976 ピアニッシモ、163高見沢1976、ピアニッシモ、166高見沢1976、ピアニッシモ、167高見沢1976、ピアニッシモ、172高見沢1976、ピアニッシモ17、171高見沢1976、ピアニッシモ、154。ありがとうございます。